どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、バックスイングのトップの位置を正しく、かっこよく決めるための方法。二つのやり方。これを皆さんに伝授していきたいと思います。それぞれ皆さん、個人差があります。やりやすいイメージ、やりにくいイメージありますので、今回はこの二つの方法で、どっちがやりやすいか、自分で試してやってみてください。あ、自分はこっち派だな。私はあっち派だな。 えこんな風にですね、えー、そのやりやすいイメージありますので、最後まで見ていただいて、どっちが自分に合っているのか試してみてください。私、三谷は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん、本当に感謝します。皆さん大好きです。そして動画を見てくれている皆さん、バックスイングのトップの位置、決めましょう。では、早速いきたいと思います。バックスイングのトップのこの形、ここに正しく正確にかっこいいスイング、理にかなったスイングをしていくためには、 二つのそのやり方がある。それは相反する二つのやり方なんですね。では一つ目からいきます。まずは動作、動きでイメージしていくということですね。右の肘を折りたたんでいくことによって右の肘がまっすぐ下に向きます。そして左の腕がまっすぐ伸びた状態。そこからクラブもずっと上に立っていきます。コッキングされた形になっていきます。ですからトップの形がこういう形に なっていくわけですね。え、それを右の肘を折りたたむことによって、肘を開かないように気をつけましょうね。え、それによって、そのトップの形を作っていくということですね。ですからそこから、スイングに入っていくということです。これが一つ目です。では、二つ目ですが、トップのこの形、これを鏡かなんかで確認するんですね。そして、この形になるように、この位置になるように、 上げていきましょうということです。ですから、最終的な形、場所、それをイメージして、そこに上げていきますよということです。この位置になるように上げていくということですね。ですから、このトップの形、ここの場所をイメージするわけですね。そこに上げていくことによって、 動作としては自然に右の肘を折りたたんでいくということです。ですが、それは動きを気にするわけではなくて、ここに行くぞということを特に意識して上げていくということです。まあ、最初にこの形がどこなのかということはもちろん確認しなければいけませんが、それは鏡等で、もしくはレッスン等でですね、この形でいいですよ、この位置でいいですよ、そういうことをですね、確認して、わかりました、ここに向かってあげればいいんですね、ということで、そこにトップの位置を、 持ってくるようにスイングをしていくということになります。ですから、これらはですね、動きですね、動きを意識しながらスイングをしていった方がやりやすいよという人もいれば、最終的な結果の形ですね、そこの形をイメージした方が、 スイングがしやすいよっていうこの二つのやり方なんですね。ですから、最終的にゴールは一緒なんですね。全く同じところにイメージしていくわけですが、これはですね、もう方程式,方程式みたいなもので、ね、こっちを最初に決めると、こっちが決まるね。X 入れると Y が決まるとかね。Y 入れたら X が決まるとかね。こんな風にですね、そのどちらも二つね、動作と形とね、あるんですけど、片方を決めればもう片方も決まるね。ね反対側を決めればもう片方が決まる。 こういうふうにですね、どっちからやった方が分かりやすいかっていうのは人によって個人差があるんですね。ですからその自分なりに分かりやすい方でやっていただいた方がいいですよ。動きはこうだよと言われても、どうもよく分かんないんだけどな、という方はですね、その最終的な形をもっとイメージした方がいい場合がありますし、最終的にここにあげましょうねと言われてもですね、どう、これはなんかうまくいかないんだけどと言われたらですね、動作を意識してやった方がうまくいくということもあります。 こんな風に自分のやりやすい個人差がありますので、両方やってみてですね、それでスムーズにスイングができる方、それを選んでですね、スイングの動作に入っていく。もしくはその感覚を覚えていく。こんな風にですね、スイングの形であったり動作、それをうまく使って理想のスイングに近づけていく。特にですね、バックスイングのこのトップの形はダウンスイングに入るスタート地点になりますので、そこがずれてると、インパクトの瞬間っていうのは安定しませんので、ぜひ皆さん自分のやりやすいやり方、 ですね。これは勝手なやり方ということではありませんよ。えー、どちらの道を通ってもゴールは一つですからね、えー。そのゴールに行くために。 A の道を行くのか、B の道を行くのか、どっちを行っても、その到達地点は一緒なんですけど、好きな方、やりやすい方、分かりやすい方の道を進んでくださいね、ということになりますので、ぜひ皆さん、これを自分の中で納得した状態でやれるようにやってみてください。まあそのやってる中でね、変わることもありますよ。ね、私も未来、英語ずっとこっちだとか、そういうことではありませんので、今自分がどっちが分かりやすいのか、漠然とイメージしてやってみるとうまくいくかもしれませんので、ぜひチャレンジしてトライしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録、 よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう